ペトロ・キベト187殉教者は1603年から1639年にかけて日本各地で殉教した日本人のカトリック司祭、修道者、神徒で2008年に長崎市で行われた列腹式でカトリック教会の副社に列せられた188人のキリシタンの総称。司祭になるべくローマイ徒歩で行ったペトロ キベや天正県王少年施設の一人である中浦ジュリアンダを含むペトロキベ像大分県国崎市ペトロキベと187巡教者は徳川幕府のキリスト教金教政策の下で1603年から1639年にかけて各地で巡教した日本人で5人の司祭修道者のほか武士長人など様々な身分の183人の 老若男女の信徒が含まれている。中には、先例名だけで、日本名が伝わっていない信徒もいる。2007年6月1日に、当時のローマ教皇ベネディクト16世が列服を承認する教領に署名し、2008年11月24日に、長崎県長崎市の長崎県営野球場で、列服式が執り行われた。列服式には、ローマ教皇代理として、 元教校長劣勢省長官のジョゼ・サライバ・マルティンス、スーキ教が来日して指揮した。日本のカトリック教会では、7月1日を、ペトロ・キベト187巡教者の記念日としている。名前の後の括弧内は、ボッツジの年齢。キリシタン大名の小西幸長が、南日後の領主であったが、関ヶ原の戦いで敗れたことにより、その領地は、加藤清正のものとなった。 加藤清正は日蓮宗を厚く信仰しており、領内のキリシタンにも日蓮宗への改修を強制し、従わない者に対しては容赦ない弾圧を加えた。山口のキリシタンを移送しようとした毛利輝元によって熊谷玄直と全毛の琵琶帽子であったダミアンは捕らえられた。自らの信仰を明らかにしていた玄直は、萩城建設の際の窃盗事件を理由に死罪とされ、 地域のキリシタンの精神的支柱であったダミアンは役人により夜中に形状に連れ出され斬首された。平戸の領主であった松浦隆信が南蛮貿易を開始してポルトガル船が入港するようになったことから1550年代からキリスト教が平戸島や行き着島など一帯に広まったが隆信の死後 息子の松浦重信の時代には、キリシタンへの弾圧が厳しくなった。島原藩の藩主であった、有馬春信の受選によって、この地のキリシタンは増加し、その数は数万人に及んだという。しかし、岡本第八事件により、春信が流罪となり、その家督と所要が、息子の名尾住に移ると状況は一変。領主であり、徳川家康の外総尊。 国姫を即室に持つ直住と、長崎奉行、長谷川左兵によって迫害が行われた。詳細は、北ヤンバル殉教遺跡を参照7月1日ペトロ、キベト187殉教者、ラウドティジョシパウロ会 ABC ペトロキベト187殉教者カトリック中央協議会 ペトロ・キベト187殉教者関連を知らせ、ペトロ・キベト187殉教者の列服式、開催日、決定カトリック中央協議会、カトリック教会情報ハンドブック 2014P78 カトリック中央協議会 ISBN 978から4から877505530。ありがとうございます。